家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日はピーマンとナスの実が大きくならない時の対策についてお話したいと思います。現在農園にはピーマンやナスがどんどんでき始めております。皆さんその時にスーパーで売っているような大きな実にならないというような経験をされたことがあると思います。ピーマンは放置しておいても育つんですが、ちょっとしたお手入れのコツで大きな実が収穫できるようになります。ナスも必要なお世話をしてあげることで大きな実がたくさん収穫できるようになります。今日はそのポイントについて紹介いたします。最後にご質問にもお答えしたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず現在のピーマンとナスの状況を見ていただきたいと思います。皆さんのピーマンもこのような状態にはなっていないでしょうか。まるでししとうのような実になってしまっています。で、細長くてなおかつ小ぶりです。もちろんこの状態で食べる分には何の問題もございません。収穫量もたくさん取れると思います。ただしスーパーで売っているようなピーマンのように大きな実になることはないと思います。肉詰めをしたいと思っても、このサイズではなかなかできないと思います。こちらのナスはかなり小ぶりです。時間が経てば大きくなるとは思いますが、なかなか大きくならない、こんな悩みがあるんではないでしょうか。これらの問題を解消するポイントを今回はご紹介したいと思います。それではナスが大きくならない原因から考えていきたいと思います。ナスの実が大きくならない原因は2つあります。1つ目は肥料不足です。2つ目は水不足です。この2つが主な原因です。なぜそれがないと大きくならないかということについて説明したいと思います。ナスは肥料食いと言われる野菜の代表的なものです。特に、花が咲き実がつく場合、リン酸をたくさん必要とします。元肥で、リン酸をたくさん入れることについてはあまり芳しくないので、元肥の方は、まず背丈を大きくするということで、窒素を多く入れていますが、花が咲き実がつき始めるとリン酸を多く必要としますので、追肥が重要なポイントになります。と同時に、たくさんの水を消費します。ナスの場合葉が大きく、葉の裏から光合成をするときにたくさんの水は蒸発しますので、その分不足する水を与えてあげないと、実が大きくならなかったり、艶が出ないというようなことになります。ですからポイントとしては追肥、水やり、この2つが重要なポイントです。6月に入って、実がつき始めた頃から実がなかなか大きくならないという方はこの2点を疑ってみてください。水をやる場合は株元ではなく畝管にバケツで2杯3杯とたっぷりと水を与えてください。続いてピーマンの実が大きくならない原因を考えていきます。ピーマンというのはこのように元の幹から2つに枝が分かれます。その部分に実がつきます。実のつき方はまず第一果が1つ、ここが第一果のあったところです。これから2つに分かれました。次に第二果のあったところ、これから2つに分かれます。第三果になりますとさらに2つに分かれるということで、倍々に枝が増えていきます。これをそのまま放置すると実はたくさんつくんですが、十分栄養が回らないのでそれぞれの実の大きさは小さいということになってしまいます。これを防ぐためには実の数そのものは減るんですけれども、枝を剪定して、真ん中を透かせて、それで大きな実を取っていくというやり方になってきます。この剪定を適切に行わないというのが実の小さい原因の大部分です。では実際にやってみます。今この枝が伸びてきました。二股に分かれたこの4本、ここまでは育てます。ただしここで分かれたところ、これについては内側になる枝を剪定してしまいます。ここにも実がついてます、もうすでに。ですから少し勇気がいりますが剪定をする。反対側についてもやってみます。これが主軸です。ここへ来て、枝分かれしました。これについても内側に行く細い枝、これを剪定します。どうでしょうか。こうして見ていただくと先ほどとかなり様子が変わったと思います。真ん中に空間ができて光が十分当たります。この状態で置いておくと実が大きく育ってきます。
今内側に向かっていた芽を全て取りました。かなりすっきりしたのが、分かっていただけると思います。このように4本の枝、これを育てていきます。新しい枝分かれが起きたら、そこの時点でさらに剪定をします。それを繰り返すことによって、真ん中に大きな空間ができて光が十分当たります。そのため、実が大きくなることも、期待できます。この状態で、支柱の高さまで枝が来た時に初めて先端摘心をします。それによって大きな実が毎週4つ5つ6つと取れますから、長い間楽しんでいただけます。ピーマンの場合おそらく9月いっぱいまで、十分楽しめると思いますので、夏野菜の、醍醐味を楽しんでください。先端摘心についてはまた時期が来た時にご紹介したいと思います。実が小さいピーマンを見てみます。このように混み合っています。この状態で放置すると、シシトウのような小さなピーマンが数は取れますけれども、とてもそのスーパーで買うような実にはなってくれません。ですから剪定が非常に重要なポイントになります。それではコメントにご返信していきます。ナスやピーマンなどでよく起こるネキリムシの動画に対するコメントをいただきました。ネキリムシの対処方法について教えてください。植え替え以外にありますか、というコメントです。ネキリムシの場合、当然生え際のところで、茎を食べてしまいますので、植え替えるしか方法はありません。ネキリムシを防ぐ方法として、有効なのはやはりアルミホイル等で茎を囲ってしまう、これが効果的なようです。本当に被害をゼロにしたい場合は、農薬しかありませんが、農薬を使うことについてはやはりいろんな抵抗があると思いますので、自然農薬でも無理があるかと思いますから、物理的な方法でやるのが、私はその方がいいんじゃないかと思います。今回はピーマンとナスの実が大きくならないという現象に対して対策をしてみました。実際に今回の作業を参考にしてみてください。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。